結構いたよね、こっち。まあ、そう、日数的には割といたかな。ユニバ行って草の間がなんかさ、普通にツイッターのタイムラインにさ、なんかさ、自分がフォローしてなくてもさ、その興味のあるトピックみたいなさ、公開オンエアみたいなさ、それに関わるツイートが出てくることあるじゃん。てつとみにぎしおるやばわらわらわらっていうのがパッて流れてユニバ、ね、なんでそれ出てくるの。すごいね、いっぱい出てきた。もういや全然なんか、あの話しかけられた数とツイートの数が全然違った。ほぼツイートなしぐらいの。へえ、いや、そんな表は歩いてるんだ。普通に歩いてたけどいいね。まあ、マスクでかぶりもあったからあんまバレんかったよね。ああ、そっか、そっか、ね、テーマパークそれがあるからね。なんかオレンジ髪じゃなくなったんでちょっと抜けてきて、うん、この色だとね、全然バレん。そうなんだ。パニックが起きない。ハマってるから染め直さないんだ。ちょっと今伸ばしたいよね染めるならちょっとああいうクリーム色したいかもしれない。したいな。したい。大阪からそのまま島ね。いや、あの大阪島根に近づいてるように見えるやん、うん、全然なのよ。うん、もう帰ってきて次の日に飛行機で行った。へー、大阪から行かないんだ飛行機。そう、全然。あの飛行機あったかもしれないけど、だったらもう帰ってもいいから一週帰ってきてた、ね。じゃあ旅行のプラン作るの下手じゃない。いや、でもほんと大阪と島根、ユニバと島根っていう、どうしてもその2つだったんだ。そこだったんだ。じゃあどうしようもないね。大阪から行くのちょっと手間だった。遠いか。ユニバの荷物をさ、はいはいはい、そっか、移動するってのは私、まあ、一回帰っていったっていう。へぇ島で何したの。もうシンプルに旅館でのんびりとして、うん、出雲大社行って、もうフラフラ豊かな時間を過ごした。観光したみたいな。いいな。なんかそのユニバでその激しいのは味わって、お茶静かにっていう。うん、いいね。これで彼女できるからね、俺だけ。ん？俺だけできるから、ね。いや、虫さんがツイートする前に、茶色の人はどうしたんですかって、俺怒られちゃったから、ね。願ってきたんですよ、絵も描いてね。ありがとうございます。で、そう、僕のも描いてもらおうと思ったんだけど、なんか、いや、僕は自力でなんとかしようと思って、そんな神に頼まずに、キリスト教徒だし、と思って。対象実験をね、兼ねて。うんうん、そう。今んとこすごい力発揮してるもんね。俺はほんと絶大な信頼を置いてるから、このままだとほんとリュウだけにできるんじゃないかって俺は思ってる。ただ神の力もね、ここまで及ばない可能性がある。いやいや、神がついに決まってる。神がブーブーこいつが出てくるな独身すぎるまあ2年以内にね、どうなるか見ものです。2年でしょ。2年って数字は何。まあ2年はその過去の実績ですからね。ああ、そういうこと、ね、ちょうど2年ぐらいかかんだよ。ああ、そう。2年過ぎたらちょっと俺のなん前例を超えてるから、その先にできるかできないか分からん。ああ、なるほどね。逆に言うと2年間できないっていう呪いなのかもしれないじゃん。いや、でも2年後にできてたらちょうどいいとは思うからまあ別に今そんな急ぐこともないからちょうどいいな、最高だわ悪いな、2年後だったら僕はもう26歳、彼女いるから。そうだ、26歳か。一応こう、こうなった後にこういくんだね。もちろんもちろん、そりゃたまにこうなって、たまにこう、てん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 とかじゃないんだ。ちゃんとこっから数えていくから。じゃあ肌年齢が32歳って診断されたらどうなるのそうしたら、あの、相応ってことだから、多分ごめんなさい、嘘ついたんですそこでねどっかで謝罪が上がるんだ。え、長島も行ってたよね。あー、まあ長島はちょっと予定外。最終日にどこ行くってなって、向こうが東京に帰る前に、まあ、岡崎フラフラでもいいけど名古屋まで行ってたら、その新幹線のとこ時まで入れるから、うん、名古屋で何かあるかなと思って、名古屋高速どっか行こうかなと思ったら見事あの休業だった。ああ、ね、やってないんだっていうのに途中で気づいて、あれ、もしかしてこれアウトレット行けると思って、うん、アウトレット行きながてら、ずっと年齢の下はお前散々行かねえとか言ってめっちゃ普通に行くやんちょっとね、ずっともやかかってた心にもやがかかりつつ、ずっと今までも、いや、としみつの顔がちらつきながら運転なんで連絡してくれんかった。アウトレット行くか、アウトレットね。めっちゃ悲しかったわ。アウトレットといえば、としみつ何言ってんねやんと思ってそしたらさ、ポールスミスでパンツ買ってきてって LINE したの出た、みんな持ってるやつ長島の園内もフリーパスとかじゃなくて、普通に入園料だけで入って、こういうとこなんですよ、僕らの過ごしてきたこのね、地元のテーマパークって感じで紹介して、観覧車だけ乗ってアウトレット行って帰った。へぇ、贅沢デート。初めて入園料だけで入ったわ。ないね、確かに入ったことないわ絶対何もなかった。時間、授業がもうない、大学4年生みたいな優雅な過ごし方、ね、デートデートしてるな。
めっちゃルートしてるよ。なんか東海のってその前輪もつながってるしさ、知りたくないのに知っちゃうことない？知りたくないことないけど。なんかさ、お前 Google マップでさ、出雲そばの店調べんかった？調べた。あれなんかさ、うん、全員の共有のスケジュールにさ、俺のスケジュール入ってたことない？言えてないのよ。入ってた。あ、何や？なんか普通にリンクしてんのか。だから多分普通に Google のさ、東海のアカウントでいろいろやってんのよ。そう、多分それでやっちゃってんだよ。で僕それではなんかとあるか絶対出雲そば調べたの哲也やんと思って。そうだ、俺の泊まった旅館も入ってるんだよね、カレーの。でレンタカーの返却の予定もなんでなんだろうこれ。これみんな見えてる？いや、それ知らんよ。それは分かんない。あ、これは自分だけなんだ。いや、人が更新したら勝手に出るじゃん。うん、あ、それはあれよ、そのみんなのアカウント共有で共有されたやつも出るから。あ、じゃあ俺あれか、単純にこのカレンダーは2つのアカウントでログインしてから両方とも出ちゃってる、うん、あ、そういうことね。え、じゃあ Google は何なんだろう。 Google マップがの Google の、なんていうの、東海オンエアのアカウントで入ってるからじゃん。ほんとだ、 Google マップ俺東海オンエアになってる。めっちゃはずいやん。俺検索した場所全部バレるやん。いや、え、ちょっと待って、はずなんか。おい、長島スパーランド、長小屋市科学館、松田小屋。おい、科学館も行こうとしてんのか。恥ずかしい、これ科学館もプラネタリウムだ。楽しかったね。いや、すごい楽しかったね。いや、まあ、今までできなかった分、うん、うん、こんなことが全て良かったわな。そうですね。堂々と行けていい。よさんは素敵な出会いありました？素敵な出会いは特にないな。彼女を探したりっていうのは神休み前には話したの、うん、いや、行くなんて一回も行ってないじゃない。彼女を探したりは行ってないけど、まあ普通に京都と北海道行ったね、うん、あー、うん、先に行ってたまんま。そうそうそう、別に計画通りに北海道ではうまい飯いっぱい食べてサウナ行ったり、うん、サウナしたり、うん、はね、テントサウナしたよ。テントサウナめっちゃ良かったよ。あ、1、2、うん、サウナそう、あ、そう、ここ2人で北海道行ったのか。いつそう、楽しかったし、うまかったな。やっぱりなんかあの1日サウナ、あ、そう、1日サウナ、テントサウナ良かったね。だから山の中のエアビー借りててさ、うん、そこにでっかいプールも置いてくれてて、そこで水風呂の代わりになって入れて、でハンモックとかもあって、うん、大自然の中でこうやって、うわー、ハンモックすごかったね。ハンモック気持ちいいよね。ここにね、バカ赤い紅葉があるじゃん。なんかもう、なんだろうな、もうデローンって感じ。北海道ってもう寒いんでしょ？え、そんな寒くないか。意外といけた、まだいける。そのパーカーとジャケットみたいなのでいけたよね、うん、ダウンでなんか中着てたら暑いって感じ、うん、ゴルフとかやったけど、めっちゃいい気候だった。日中暑かった。北海道もなんかね、雪まみれかと思うぐらいのね、うん、全然雪ない。こっちも一周回ったな。また野郎どもと遊んでたの？野郎だけ野郎だけで泊まってた。野郎なんで、野郎軍だよ。野郎軍なんでしょ、待って。野郎軍なんで。よく、野郎禁止で出す。ちょっとは混ぜなさい。野郎が過半数になったらダメ。移動もおもろかったんだよな。確かに。なんかハイエース借りてみんなで移動してる。じゃあマジで、あ、マジで、なんでアルファボケますね、ほんとに。マジで今回ちょっと、なんか人が出入りもしてたからさ、そのたまたま北海道にいた友達が合流して抜けていくみたいなのもあったから、人がなんかわからんかったから、でかめのを借りたのよ、うん、でっかい10人乗りなのあれって10で3、4、5、超普通免許で運転できる、うん、のハイエース借りてポーカーしながら移動してたり。どうすごっアプリでできた。あー、あれね、めっちゃ楽しかった。10人乗りどういう形で、いろんな人が来たり、ロケ車でしょ。そう、そうロケ車で、ロケ意外と椅子が柔らかいんだよね。もう相乗り撮影しようしかったな。ちょっとアイドルみたいな。野郎アイドル撮影しようしかった。いや、野郎アイドル。俺ら乗るスペースないからね。エゾジカが18匹ぐらい現れるんだよね、目の前に。急にすごいんだよ。バカでかいよね。バカでかい。勝てない。エゾジカって。エゾジカでかいんだ。当たり前にいるからな。うん。もう分かったな。北海道沖縄旅以来だな。あ、そうね。ややこしい、ややこしい、ややこしい。めっちゃ楽しかった、沖縄旅の北海道。割と俺もあれやから。大人じゃない？なんか、沖縄ってなんかさ、パーって遊べるじゃん。うん。北海道はなんか、まあ、札幌だからかもしんないけど、結構大人だなと思った。そうだね。函館、興味出たんだよ、だから。
としみつとかはまあもちろんだけど、うん、他みんな誰一人風俗行かなかったからね、はあ、全員珍しい、そんな男軍団誰も行かなかったよね、行くのまでちょっと行くの行こうかなと思ってた思ってねえだろいや、ね、高級ソープあったんだよねだけど行かなかったね一応調べたりはして、うん、俺めっちゃ調べたんだよなんでだよそれはなんか近く通ったら調べたいしね、うん、どんなのがあるんだろうっていうね、そう、あー一番人気あるあるんだと思ってさ行かないんだよね、すすきの、すすきのっすね、うん、うん、あれ不思議だよな、確かに10日前で北海道行ってもさ行ける可能性があるの僕と涼だけなわけよ、確かに、うん、これは想像つかなすぎる、ね、2人が抜け出しありえない、行こうかっつってちょうど連れて行かれたらまあ行くけどって感じじゃんきっと、うん、どっちも言い出さないから絶対ね、うん、俺が切り込みたいじゃん、なんでだよなんでお前それだけだけ総長アテンダだけしてくれるのこちらがスコーペンソーバカバ昔は激しかったからな、うん、どこまでも遊びたいな、無敵だ、うん、ごめんね昔は無敵の定期だあの時マジで無敵だったよなあ、300万人の時300万の時かな、そう昔、ね、ね、ご時北海道なんだっけ、ソープ行って、オッパブ行ってそのまま一回宿に帰ったのに15分後に飛び出してその子と合流してホテルに行って、うん、1時間後に帰ってきてみんなと朝飯を食ってスタートスタートしてその夜も風俗行ってオーパブ行こうって徹夜が寝てないって言った時将棋だったもん、3人連れてこいじゃんもうさっき帰ってきたっていうすごいよな、激しかったな、どっか行った、いやもうほとんど出てない、仕事で東京一回行ったくらい東京と家、東京と家、あおまったあれね、一緒の、うん、一緒に仕事だったから、そう、うん、その友達がそう行きちゃ、来ちゃってっていうかな、その、うん、男友達だけど泊まり行くわって言って、まあそいつまだいるんだけど、え、いいの、ずーっと家にいるから、何してる人なんだ、確かにこんな大型休みを取れる人だな、水さんの交友関係わかんないね、意外と、うん、ね、だから、まあそいつと一緒にちょっと岡崎で遊んだりサウナ行ったりとかはしたけど、満腹屋行ってるのだけゼンディでたまたま見たわ、あと俺の名物のね、ごほえもちも食べに行ったごほえもち食べたいって言うかな、絶対そんないいもんじゃないよ、あれは俺もよくわかんない、としみつくん名物、俺の名物じゃないよってどういう言葉かもよくわかんないとしみつくん名物ここまで形になるちょっと羨ましいよ、だから岡崎の人、あのバカだよね何でもありだろう、何でもありだろうってなっちゃうんだよね、雰囲気で捉えてるもんね、でも言ってたよ、桜千代のおっちゃんが、うん、200、300仕込んでも足りない、すごいね、もう出した方がいいやん、もちろん短期的にもうやった方がいい、キッチンから出した方、俺入口さんとやろうかな屋台でからからそうそうそう、アルコーヒーの横とかスペース余ってないアルコーヒー潰しに行くかもねでもウィンミンね、ごへんもち食ってコーヒー飲みに行くからね一緒に、うん、まあでも悪くはないかも、全然悪くない、お茶屋さんだから、うん、T 合平餅ちょっとダセダセダセ合平餅アルコニサムと T 合平餅だなんでよう混ぜるのよ、わざわざ合平餅ね、合平餅合平餅なさそうだね、意外と合平餅よく年3つの合平餅芝居が、芝居が言うのはどうだろう合平餅ね、尖ってるな、芝居は旅行行ってたんだっけ、芝居さんは沖縄に行きましたね、うん、いいね、家族4人でいいとこ泊まった、ハレクラリ、いいですね、あれはすごいよ、あれは神、ハレクラリ泊まってみたいわ、しかもロッジでなんか、お前えぐっえぐっ、なんか部屋とスイートとまたロッジっていうそのちょっとまた一番やばいやつ、いやすごいお前すごいっしょ、とんでもない口笛があっちゃって、賞金レベルよ、いやすごいよ、え、そうなんだ、すごい、一泊だってもうね、でもあの2泊だったけど日よって1回はただのスイートルームリアルでいい移動したんだ1回日よってそこがやっぱり岡崎市民館好きで1泊だけにしようと思ってスイートでも高いでしょ、まあ高かった、全然も全部高いんだよ、ね、高級ホテルでしょ、いくらなの、気になっちゃうよね俺調べたことあるんだけど、ちょっと知りたい、今いくら、今この時期いくらか知りたいです、いやマジで、あの2泊だと100だ、だけど、まあちょっと抑えて
65万ぐらい。いやいや、いやいや、オフシーズンだからちょっと安いのかも。そうだね、でも安い方、めっちゃ安くなってる方だと思う。本だって1泊100だよ。するする、ゴールデンウィーク夏、ね、お盆とかね。こんなとこやん、もっとまあいいわと思ったもん俺も。家族でしょ、ね、家族家族。あへー、すごい。だからそんな派手なマリンスポーツとかはできないけどね。あと、バカ軽いしあったよね。あー、そうか、軽いしね。軽いしね。海綺麗だなーって、リニューゴスでバカ軽いしあった。今、どこがないんだっけ。珍しくて、すごい。真ん中、ちょうどなんか、あの辺はあった。あった、女村はあったね。あったんだ。なんか DM 来てたんだよね。上休み行くなら沖縄なんかどのコーナーで軽石ない場所まだあるんでみたいな。で軽石があると何なの。いや海がもう軽石浮いちゃってて見えない。え、そうだから船の、そういうこと、なんとか船のクルージングとかやろうとしたけどできない、軽石ですって言われて。そうなの。クルージングしたかったな。え、銭湯のアヒルみたいな。あ、そう、そんな感じ。そうなって、なんかレーダーが効かなくなるらしい。銭湯のアヒル。そんな、そんぐらいの悪さなんだよね、持ったけど、軽石。へぇ、晴れてた。全然晴れだった。よかったね。いいな、気持ちよかった。沖縄いいね。大変だったけど、沖縄に住みたいな。沖縄に住みたい。沖縄好きなんだなって。いいですね。いいっすな、歩くなりいいな。いや、楽しかったっす。1歳、4歳だから大変だったんですけどね。あ、確かに。そうだね。お前の、何、もう春くらい止まってんの、お前の長男。確かに1歳からね。ね、でも1歳からいびるんだよね、こいつ。いびる。え、止まってんの。はい。うん、いびるんだよ、これ。いび、ハードウェア現象出てくる。お前春くらいに止まってんだ。大変だよ、これから。ハードウェアとハイクだ。確かに、今度あったら当たり強いわ。これから大変だよ、長男に会われたら。すぐ言うから。止まったの。うん。あ、まあ友達と遊ぶとき絶対言うね、春くらいに泊まったんだって。分からんだろうと思う。これが大変だからな、はい、な、はい、ちゃんとやってけ、そこに。なんの人なの。厳しいよ、厳しいよ、厳しい。せっかい。いいな、ぜひ行きたいな。いいね、春くらいおすすめでございます、はい、あれはやったよ。今村はずっと釣りしてたんでしょ。まあ、写真送られてきたわ。ずっとじゃない、ずっとじゃない。え、ずっと海の上にいるじゃん。なわけねえだろ。一日だけ釣りして、うん、あとは、お守り返しに東京の神社に行って、東京の友達をちょっと飲んで、で終わりですね。釣りいいなぁ。どうかって、もうこんなん釣って。あれ何？ね、ブリの1個前、ワラサっていう大きさなのかな。いいなぁ。あれって1個前ってブリどんだけでけえの？いや、やばい。だよね、あれ超大物に見えた、うん、あれもう腕パンパンになっちゃってさ、こっちいいな、どんどん出るの糸がプーンって、うん、でもう一人一緒に行ってくれ、教えてくれる人がさ、初めてだから頑張れっつって何も教えてくんないの。ってって釣った時、全く知らない人と乗ってたんだけど、うん、全員がこうやって、いいな釣り人。多分もう初めてですよっていうのを多分言ってくれてて、はいはいはい、その一緒に行った人が、でその人も他の人たちも、うわいい顔してたよ。熱っ。新司会だな。あざっすって。それで熱いな。いいな。まあそんくらいかな。もうほぼ今シーズンですよね。シーズンです、青物は。はい、僕始まりましたんで行かなきゃ。釣りてなんかめっちゃ長く感じたな、今回の休み。いや、あっという間だった。俺マジで一瞬だった。今までで一番早かった。うん、もう終わりか。全然終わらんやんと思った。京都来ると北海道、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 北海道からの引っ越しだったから俺。あーあー、バタバタだね。家が誕生したもんね。そう、もう終わ一瞬だった。え、前の家も引き払ったの？は今週末。あ、本当？うん。本当ね。じゃあ、え？ん？じゃあ。幻のサブチャンネル取れちゃうんじゃないの。幻のサブチャンネルが寮ちょっとやから謝らなきゃいけないんじゃないか。俺ら休み明け一発目から大謝罪じゃない。謝罪か。これは一旦じゃあここで1個目締めておきます。1個目というか2個目かもしれんけど、というわけで、はい、すいませんが次回はあの謝罪の気になるな話になってしまうかなと思います。ハラハラ、すいません。